はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は猫の蛇腹ファイルの紹介をしていきたいと思います。今販売しているので、もし気になる方はぜひご購入していただけたら嬉しいです。本日中にお支払い可能な方は企画にも参加できますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。それでは早速紹介していきたいと思うんですけれども、こちらのファイルになります。こんな感じです。こんな柄でこんな感じで作ってあります。この猫の柄はとっても可愛くて、マネットさんのペーパーですね。マネットさんの柄は本当に可愛くて、これはこんな感じでマグネットを仕込んであります。中はこんな感じで、作家さんわかんないんですけど、いちごのペーパーを貼ってあります。中はこんな感じでワックスペーパーで作ってあります。では紹介していきます。一番奥にはこちらのね、マスク、はい、パックを入れてあります。それでここにはペーパーナプキンを2枚お裾分けで入れてます。でここはこんな感じでマステの巻き巻きを入れてあります。トレペの袋に入れました。これはラス1で私が持ってたものなんですけども、こんな感じのカレルチャペックのワックス、ロウ引き加工っていうか、ロウ引きされているカレルチャペックの結構レアな袋になります。旅行先で購入しました。でこちらはこんな感じのと、なんだっけこれ、ノーズパック、はい、これはエチュードハウスのものになります。これはこんな感じで逆さだった、よいしょ、こんな感じでフラワーフェアリーズのメモのお裾分けを入れてあります。8枚かな、入れてありますね。よいしょ、こんな感じです。それからこちらはレターセットのお酒を2セット分入れてあります。はい、こんな感じです。でこちらはここにこんな感じでとこういった感じのねメモ2枚ずつ入れてます。これはもうすっごい大好きなメモで、とってもお気に入りです。でこちら、これはハンバーガーのメモと、あとはこんな感じで食べ物系のメモを入れてあります。こんな感じ、こんな感じです。で最後のここのポケットはこんな感じで袋のお裾分けを入れてあります。これはマチ付きになっていますね。はい、中身を使った後とかはご自由に、ご自身の持っているものだったりとか何でもいいと思います。なんかもらったお手紙を収納したりだったりとか、レシートを入れてもいいと思うし、何に使ってもいいかなと思います。ご自身の持ってるメモとかを入れてもいいと思うし、意外とマチもあるのでいろいろ収納していただけるかなと思います。はい、という感じで今回はこちらの蛇腹のご紹介をしました。こちらは今限定1個というか残りが1個なので、気になる方はぜひご購入していただけたら嬉しいです。本日中にお支払いしていただけるのであれば企画に参加できますし、そうでなければ普通の参加なしのご購入でも全然嬉しいので、よかったらよろしくお願いします。それでは今回はこちらの蛇腹ファイルの紹介でした。他にもいろいろメルカリでお裾分けファイルなど販売していて、本日中のお支払いでしたら、まだまだ企画に参加できるので、よかったらそちらもお願いします。それではバイバーイ。